こんにちは、しゅうきです。今回は以前紹介したまやかしの派生デッキを紹介します。まやかしは連続シンクロ召喚を得意とするテーマですが、効果を発動するターンエクストラデッキからまやかししか特殊召喚できなくなる制約がつきます。そのため別のテーマと組み合わせることが難しくなっています。そこで今回は別の悪用方法を考えてみましょう。アンデッド族で特殊召喚といえばこのカード、そう、聖騎を吸うボーンタワーです。このカードがフィールドに存在し、アンデッド族モンスターの特殊召喚に成功するたびに相手のデッキの上からカード2枚を墓地に送ることができます。このカードを使ったデッキアウトによる先行ワンターンキルを目指したデッキを考えてみました。ぜひ最後までお付き合いください。相手のデッキが40枚の場合、手札5枚をドローし残りが35枚、つまり聖騎を吸うボーンタワーを出した状態で18回の特殊召喚を行えば勝利できます。18回特殊召喚というと難しいように感じますが、まやかしに限ってはそうでもありません。エクストラデッキからまやかしを出すと蘇生できる麗しのまやかしダッキーがいれば、連続シンクロ召喚で容易に達成できます。シンクロ召喚するたびにレベルが2ずつ上がっていくため、レベル3、5、7、9、11、リンク2、3、4とシンクロリンク召喚1回につき2回の特殊召喚ができるため、最大16回の特殊召喚ができます。ただしマスターデュエルではリンク3、タルヒのまやかし雪女が未実装のため、ツララのまやかし雪女までで12回となります。そのため残り5回を別の方法で特殊召喚すれば勝利することができます。その方法は以下の通り。1、シンクロ召喚開始までの準備。2、連続シンクロ召喚2周目。3、毒のまやかし土蜘の蘇生。一つずつ順番に見ていきましょう。1、シンクロ召喚開始までの準備。そもそもシンクロ召喚するには何らかの方法でモンスターを特殊召喚する必要があります。召喚の順序と手札によっては準備の段階で追加の特殊召喚ができてしまいます。とはいえ、聖騎を吸うボーンタワーとまやかしの展開を両立しなければならない都合上、これだけでは心もとないですね。2、連続シンクロ召喚2周目。1周でさえ30枚近いデッキを落とせるのであれば、もう1周してしまえばよいのです。チューナーの麗しのまやかしデッキは何度でも蘇るので、翼のまやかし波順とつららのまやかし雪娘を両立させてしまえば、それだけで2周することができます。ここまで来れば60枚デッキであってもデッキアウトが見えてきます。3、毒のまやかし土蜘の蘇生。蘇生手段が豊富なアンデッド族がメインになるので、墓地から特殊召喚をするだけで数枚を落とすことができます。中でも優先して蘇生したいのが毒のまやかし土蜘。墓地から特殊召喚した時、互いのデッキの上から3枚を墓地に送れます。デッキ破壊と自分の墓地肥やしができる点が優秀です。これらの手段を駆使して相手のデッキを削っていきます。連続シンクロ召喚を始めるまでは展開に決まったルールとはありません。ワンターンキルの条件は、1、聖騎を吸うボーンタワーを墓地に落とし蘇生。2、麗しのまやかしダッキプラス翼のまやかし波順、もしくはつららのまやかし雪娘。3、残りのデッキ破壊手段の3つを揃えることです。1、聖騎を吸うボーンタワーを墓地に落とし蘇生。このカードがなければ何も始まりません。デッキ手札からの特殊召喚手段は少ないので、墓地に落としてから蘇生します。墓地に落とす手段は、つららのまやかし雪娘、ユニゾンビ、愚かな埋葬。蘇生手段は、大岡妖霊譚まやかし語り、目付き、聖者の書、禁断の呪術など様々なカードがあります。2、麗しのまやかしダッキプラス翼のまやかし波順、もしくはつららのまやかし雪女。まやかしの基本展開プランです。翼のまやかし波順1枚か、麗しのまやかしダッキとつららのまやかし雪娘の2枚で用意できます。まやかし回転で好きなまやかしカードを持ってこれるので、実質波順6枚体制になります。1-4-1でデッキから出せるのもポイント。3、残りのデッキ破壊手段。余った手札で残りのデッキを削っていきます。手段は先ほど説明した方法のどれかを使います。
先行1ターン目に使われる可能性のある相手の手札誘発について考えておきましょう。ハルウララ、聖騎を吸う防音タワーは蘇生のたびに効果を発動するので、一度は止められてしまいますが、それ以降は止められないためハルウララは痛くありません。しかし準備段階でサーチ、リクルート、墓地肥やしをするので、そこを止められると動けなくなってしまう可能性があります。エフェクトベーラー、無限抱擁、聖騎を吸う防音タワーに打たれると止まります。しかし常にフィールドにはチューナーがいるので、聖騎を吸う防音タワーをシンクロ素材にして再度墓地から特殊召喚すれば、また効果を使うことができます。またこちらも準備段階で翼のまやかし波順などに打たれると止まる可能性があります。ディメンションアトラクター、天敵その1、採用率はあまり高くありませんが、打たれると何もできなくなります。増殖する G、 これはむしろ打たれると嬉しいカードです。特殊召喚のたびに3枚デッキ破壊ができます。ただし3分の1の確率で他の手札誘発を引かれる可能性がある点は注意が必要です。原始生命体ニビル、天敵その2、余裕で5体以上の特殊召喚をするので引かれるとほぼ止まります。再始動するには3枚の蘇生カードが必要となります。ビートダウン型のまやかしデッキをもとに蘇生カードを採用していきます。前回紹介したデッキでは相手ターンに蘇生できるカードをメインに採用しましたが、今回はワンターンキルを目指すため自分ターンに蘇生できるカードを採用します。目付き、言わずと知れたアンデッド族の汎用蘇生カード。墓地へ落とす手間はありますが、アンデッド族なら何でも蘇生できます。聖者の書、禁断の呪術、こちらも汎用性の高い蘇生カードです。カード名、ターン1制限がない点も優秀。ただし相手の墓地にモンスターがいないと使えないので初動には向きません。桜花妖霊譚、まやかし語り、まやかし回転でサーチできる蘇生カードです。除外されたモンスターを特殊召喚できるのが優秀で、聖騎を吸う防音タワーの蘇生以外にも使用した目付きを特殊召喚してリンク素材として墓地に送り、また再利用することが可能です。また一度使ったシンクロモンスターをエクストラデッキに戻しつつドローができる貪欲な壺、手札に引いてしまった目付きや聖騎を吸う防音タワーを処理できるユニゾンビなどが採用候補となります。こちらがデッキレシピです。強欲で貪欲な壺はドローソースとして採用していますが、うるわしのまやかしダッキか聖騎を吸う防音タワーのどちらかが2枚除外された時点でデッキレスは失敗となるので、タイミングに注意しましょう。よかったら使ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。